皆さん、今日お集まりいただきまして、大変、嬉しく思います。今日は本当にありがとうございます。というわけですね、明けまして、おめでとうございます。いやー、新年早々皆様に会えて大変、嬉しく思います。今年もどうぞよろしくお願いします。なんかさ、アクアちゃんさ、なんか LINE でさ、なんか私今日妖精さんなんだよみたいなこと言ってて、ずっとね、おかしくなっちゃったんだと思って、なんか妖精さんだよって言ってて、えっと、私はさ、何を普通に何言ってんのと思ってさ、おかしくなっちゃったのって聞いたら、いや今日私妖精さんなんだよって言ってて、おかしくなっちゃったんだって、そうなんだ、妖精さんなんだって言って、おかしくなっちゃったんだねって言ってしたら、何が妖精、普通に何が妖精さんか気になったから、何が妖精さんなのって聞いたら、なんか妖精さんの服なんだよねみたいなこと言って、なんか聞いても何言ってるか分かんなくて、妖精さんの服なんだーと思ってで、会って来た時に見たんだけど、見ても何が妖精さんか分かんなくて、で聞いたの、本人に何が妖精さんなのって聞いたら、なんか髪に髪の毛になんかその飾りみたいなのをつけてて、二つ両端に、右と左に、で、ね、見てこれ妖精さんみたいでしょって言ってた。ああ、え、妖精さんなんだ。これ妖精さんなんだと思って。わかんなかったんだけど、見てもわかんなかったし、これが妖精さんって言われても妖精さんっていう事実はわかんなかったんだけど、妖精さんらしい。おかほんとにおかしくなっちゃったこと、ほんとにさ、なんかあんまり人と会わないから、アクアちゃんあんまり人と会わないから、わかんな、関わり方もわかんなくなっちゃったのかなって思ったけど、なんかほんとに妖精さんの髪型をしてたのかな、多分ね。わかんなくなっちゃったんだと思ったよ、おかしくなっちゃったんだと思って。